さあ、皆さん、こんにちは。ノッツオでございます。ということで、今回ですけどね、白流す島への帰還、続きやっていきたいと思います。まあ、前回はね、この紙を使って、誰がウィザーズかっていうのを当てて、ストーリーが進んだんですけども、まあ、その後なんか色々とありましたね。まあ、ジェイコブが死んでしまったりとかね。結局死ぬんかいっていうね、お前。前回も死ぬし、前々回も死ぬし、みたいなね。まあそんなやつにやっております。そして犯人 X。それはまあ俺もそっか。前回、バッドエンド踏んでるから、犯人 X は誰かっていうことで、前回ね、ジゼルを選ぶところから、みたいなね、話をしたと思います。まあでもよくよく考えるとさ、やっぱりヘビーが投入された時にさ、やっぱジゼルさんが、ね、いたわけじゃんか。やっぱ、場を離れるなんてことはありえないと思うんだよね。やっぱ投入したの人、この人なんじゃねえかなと思ったり、なんかまあいろいろと、怪しいところあったかな。まあわかんないけど、まあジゼルさん選んでいきましょうか。ちなみに前回俺池田って選んだら、あの死にましたね、無事。そうだ、犯人は奴しかありえない。ってことは、これ物語が進んだっちゅうことは合ってるってことか。リール、ちょっと協力してもらいたいことがあるんだが、いいかな。ええ、もちろん大丈夫だけど、協力してもらいたいことって何？ちなみにリールさんは捜査官で、潜入捜査官で、まあ、素はもうちょっと荒い感じなんですよね。何？本当にちょっとしたことだ。ねえ、一体これは何の冗談なの？私を縛り上げたりして、で、手が痛いんだけど。何これ。どういうことこれ、芝居？俺はジゼルを選んだような気がするけど。リール、お前が犯人 X だな。え、嘘。やっぱりこの女が犯人だったの？ああ、そうだ。まずトマス殺害時に関して、足に何らかのトリックを仕掛けるチャンスがあったのは、リールとアレックスの二人だけだ。その時点で容疑者は二人に絞られる。そして次にレイモンド卿殺害に関してだ。俺はレイモンド卿が不意をつかれた理由をずっと考えていた。だが答えが出れば何のことはない。結局鍵開けの技術を持った人間が鍵を開け、先に待ち合わせに指定した客室の中に忍び込んでいたというだけの話だ。この女が鍵開け？でも、そんなことできるの？実はこいつはこの島に潜り込んだ潜入捜査官でね、あらかたの技術は持ち合わせている。鍵開けの技術はもちろん、殺害スキルも一級品だろう。でもレイモンド卿殺害に関してはそれでいいとしても、トマス殺害のトリックは何だったって言うんだ？てか、なんでこんなことしてんだろう。不意をつくためかな。本当の犯人の、全くこのシーンがわからん。しかも潜入捜査官ってバラしていいんかいっていうね。その方法がなんだか分かったのか？もうそんな些細なこと関係ないわよ。今からこいつを締め上げて聞き出せばいいだけの話でしょ。ああ、その通りだ。さあ、リール、観念しろ。池田さん、お前一体何を考えている？本当に私が犯人だと思っているのか？バカが、早まるな。犯人は別の人間だ。何よこの変わりよう。やっぱり今までのは演技だったってこと？池田の推理は当たってたみたいね。池田、耳貸しちゃダメよ。本当の犯人ってのはいつもこういうこと言うって相場が決まってるんだから。ふざけるな。どうなっても知らないぞ。みんな殺されるぞ、本当の犯人に。俺はリールと打ち合わせしてたのかな。どうなんだろう。不意をつかれた感じはしてるもんね。わかんねえ。ねえ猫、悪いがリールを見張っておいてくれ。僕が？もっと他に適任がいると思うのだが。残りの3人はこっちに来てくれ。今後の動きに関して俺に考えがある。考えがあるって一体どうするつもりなの？あいつを締め上げて情報を聞き出すとか、そんな話？視界が不正解だ。これから犯人 X の正体を暴く。は？一体何、わけのわからないこと。
よし、押さえたぞ。やっぱ口裏は合わせてやったんだ。こいつ。アキラ待て。リールは犯人じゃない。はあ？どういうことよそれ？全く状況が飲み込めないんですが。今までの犯行から考えて、犯人 X はかなり訓練されたプロ中のプロだ。隙をつかなければ奴を無力化することは難しかっただろう。そのために一芝居打たせてもらったってわけだ。いつそんな相談してたの？私が拘束された時は面食らったがな。作戦を耳打ちされて全て合点がいった。芝居を打った後、緩めに縛られた縄をほどいて背後からこいつを抑え込む。どうやらうまくいったようだ。そういうことは事前に僕にも言っておいてほしかったのだが、いきなりリールが飛び出したんで腰が抜けた。確かにあっけ取られてる感じの表情してる。だが池田、私が潜入捜査官だということまでバラしたのは余計だ。まあそういうな。あれくらいのネタをかまさないと犯人 X は騙せなかっただろう。他に意識を集中させざるを得ないほどのネタが出てくれば、自然とリールの拘束に対しては意識が向かなくなる。そしてその賭けは当たった。これは何かの間違いではありませんか？私は犯人 X ではありませんし、誰も殺していません。随分と冷静じゃないか、ジゼル・リード。いくら訓練された従者でも、こんな状況になれば多少は取り乱すものだ。この冷静さ、やはりこいつは臭いな。だが池田、こいつを犯人 X だと確信したちゃんとした証拠はあるんだろうな。まさか行き当たりでこんな真似をやったわけではあるまい。もちろんだ。今からそれを説明する。レイモンド卿、トマツ殺害、そしてジゼルを犯人だと確信したその理由についてな。まずレイモンド卿殺害についてだ。レイモンド卿の死亡推定時刻は、皆がこの島に訪れた1日目の深夜2時頃だ。だが食事会場にレイモンド卿が現れなかったこと、そして部屋に案内された直後、俺とアレックスが聞いた謎のうめき声から推測すると、レイモンド卿は1日目の正午前に客室等で拘束された可能性が高い。それを裏付けるように、隣の空き部屋からレイモンド卿のポケットチーフが見つかった。つまり犯人 X は隣の部屋を密会場所に指定し、そしてそこでレイモンド卿を拘束したということになる。ちょっと待ってください。わざわざ池田さんや僕の部屋に近い方の空き部屋で密会したってことですか？それっておかしくないですか？そこだ。俺はずっとその点が引っかかっていた。妙な場所への呼び出し、そして用心深いレイモンド卿の拘束。犯人はレイモンド卿の不意をつく何らかの方法を用いたはずだ。そこで俺は一度みんなの部屋割りについて考え直すことにした。この部屋割りの指定、どうもちぐはぐな感じが拭えない。犯人 X がこの部屋割りを指定したのなら、この形には何らかの意味があるはずだ。部屋割りに意味？そんなものがあるのか？以前も話したように、客室の窓は外側からも開くようになっている。防犯上、外からの侵入者を想定する必要がない立地だからだ。犯人はそれを利用した。犯人はレイモンド卿が部屋に入るよりも早く窓から忍び込んだんだ。レイモンド卿が油断した理由の一つは、鍵を配り終えたアビーに部屋の前を監視させていたためだろう。アビーから部屋には誰も入っていないと報告を受けたレイモンド卿は、決断したまま部屋に入り、先に忍び込んでいた犯人 X に拘束された。待て。だがこの島は常に強風が吹き荒れる場所だ。外からはそう簡単に忍び込むことはできないはずだ。そうだよな。その立地だからこそ誰もが侵入できないかもしんないってことで、いくら訓練されてても一発勝負で成功するとは思えない。可能性があるとしたら、ロープを使っての懸垂加工だが、本当にこいつがそんな真似をしたというのか？ふむ、この件に関してはネネコの力を借りる必要があるだろう。僕？ネネコはレイモンド卿が拘束された時間帯、
窓から落ちかけていたよな。その時の光景をもう一度思い出してほしい。客室棟の外にロープのようなものが垂れていなかったか。僕にあの恐怖の光景を思い出せというのか。鬼畜すぎる。気が乗らないけど仕方ない。ちょっとだけだぞ。確かに壁に沿ってロープみたいなものが垂れているような。でもロープが壁と同じ色っぽくてよく見えない。落ちる落ちる。大丈夫だ、ちゃんと床に足はついている。もう二度とこんな真似しないからな。マジ完全記憶能力保持者のネネコがいたからこそ分かったことだよな。相棒がネネコじゃなかったら積んでるぜ。なるほど、確かにロープを使って忍び込んだ可能性はありそうだな。待て、だとすると犯人はレイモンド卿が拘束された空き部屋の真上の客ということになる。だがそこはジェイコブの部屋だ。ジゼルが犯人であることと整合性が取れない。ジェイコブは犯人の有力候補。確かにそう思える。だが俺はその後ある一つの要素に思い当たった。ある要素？風だよ。わずかにでも窓を開ければ落ちてしまいそうになるほどの強風。この島の風は向かって右から左に強い風が吹いている。懸垂加工を行っても体は左に大きく流されることになるだろう。犯人はそれを経験で知っていた。のため真上の部屋ではなくその一つ右にずれた部屋を指定したんだ。逆にあの風を利用した。確かに常にあれほどの強い風が吹いていたのでは真下に降りるのは難しいかもしれない。すごいねそれ。あの風の強さから考えると、そうだな。浴室の窓から降りて一つ横の客室右側の窓にたどり着く形が距離的には理想か。ちょっと待て。だけどその理屈なら真上の部屋の右の窓から降りて下の部屋の左の窓にたどり着くことも可能なんじゃないか。確かにその可能性は残る。だがこれで犯人像が絞られた。ジェイコブかジゼルか。それにこいつは推測だが、おそらく犯人は過去の経験で浴室の窓から降りて右の窓にたどり着く形がベストであると知っていたんだと思う。過去の経験？ともかく今は次の事件、トマス殺害について考えることにしよう。ネネコとアレックスの証言から足の上に何らかの熱を持った物体があったことまでは分かった。では一体そこに何があったのか。そしてジェイコブが俺に伝えた透明な殺意というキーワード、犯行時刻は正午、そしてトマス自身はその異変に気づかなかったという状況、それらから導き出される答えはエタノール燃焼だ。エタノール？犯人はエタノールを橋に巻き、それに火をつけたんだよ。エタノールといえば、確か貯蔵室には大量のスピリタスがあったな。いい、ここでスピリタス。98% だっけ？スピリタスの度数は95度から96度。ほぼ純粋なエタノールと言えるだろうけど。違ったわ。スピリタスじゃんじゃんヒッポーってなるよね。でもちょっと待ってください。橋にそのお酒がまかれて火がつけられていたとしても、僕が橋を通った時には何の異変もありませんでしたよ。ジゼルさんが犯人だとするとおかしなことになりませんか？僕にはジゼルさんには火をつけるチャンスがなかったように思えるんですが。火はジゼルが手帳を取りに戻ると言って引き返した時につけられ、そしてそれからずっと燃え続けていたんだよ。アレックスが橋を渡った時もずっとな。僕が橋を渡った時も。このトリックで重要な要素は、犯行が行われたのが太陽が真上に来る正午であるという点だ。純粋なエタノールの燃焼は日光下では視認が難しくなる。そのためアレックスも炎の存在に気づかなかったんだろう。これが透明な殺意の正体だ。それにみんなも知っての通り、あの橋や水はけも悪い。スピータスを巻かれていても、それは単なる水たまりのようにしか思わなかっただろうし、スピ
ピータス自体も長時間橋の上に残留したはずだ。だとしてもなぜトマスさんだけがあんな火傷を負うことになったんですか。僕もトマスさんも同じようにして橋の上を通ったんですよ。トマスが焼死まで及んだ原因はいくつかある。まず一つ目はトマスの着ていた服が引火しやすい浅地のスーツであったことだ。だがそれよりもこの殺害方法がうまく考えられていた点は他にある。うまく考えられている点、それがあの鉄の扉だ。なぜ犯人 X は犯行が露呈する危険を冒してまであの扉を閉めることに執着していたのか。つまり逆に言えばあの扉を閉めることがトマス殺害に必要不可欠な要素だったということだ。あれが必要って、あ、もしかしてあのハンドル。正解だ。扉のハンドルを回すトマスは必然的に炎の上に立ち止まることになり、炎はトマスのスーツへと引火した。そうか、僕は客室棟の方から鉄の扉を開けて一瞬その透明な炎の上を通っただけだったから服に燃え移らなかったんですね。でも下手をすれば僕もトマスさんと同じように。待て、その話だけでは納得できない。エタノールの炎がスーツに引火しただけではあれほどの大やけどを負うとはどうにも考えづらい。その点はどう説明する。それはトマスになって想像してみればわかることだ。扉のハンドルを回していたトマスは不意に足元に高熱を感じる。炎がスーツに引火していることに驚いたトマスは慌ててその火を消そうと行動する。その時扉の先にあの花瓶が見えた。花瓶？待てよ、まさか犯人 X はトマスの行動をあらかじめ予想して花瓶の中にもスピリタスを仕込んでいたということか。なるほどな。花瓶の水で火を消そうとしたんだけどこれがスピリタスだったってことか。随分とえぐい真似をする。だが確かにそれならあれほどの火傷を負ったのもうなずけるな。トマスは花瓶の水で火を消すつもりだったが、その行動は逆に犯人 X によって焼身自殺へと変わってしまった。さてここまでの推理に間違いはないかな、ジゼル。興味深い話ではあります。ですがそれらはいずれも推測の域を出ない話のように思えます。確かにそのように行動すれば私にも犯行は可能でしょう。ですがそれだけで私が犯人だと断定するには根拠が弱いのではないでしょうか。客室棟の外に垂らされたというロープの証言は曖昧ですし、ハリントン様殺害に関してのトリックは私以外の方々にも実行可能なように思います。まあ確かに。確かにな。ロープに関しての証言は頼りないし、トマス殺害のトリックが判明したとしてもそれをジゼルが実行したと断定することまではできない。面目ない。それにジゼルが犯人だとすると同時に共犯の可能性という大きな問題が生じるぞ。従者であるジゼルが犯人ならその主のアキラも共犯の可能性がある。この問題をどう解決する。何よ、さっきから勝手に話を進めて。だから私もジゼルも犯人じゃないって言ってるでしょ。犯人は間違いなく別の人間だってばと言っているが、どうする。池田、何か決め手はあるのか。その決定的な証拠ってのは俺もわかんないんだけど、そう、そこで俺はもう一度原点に立ち戻る。そもそもなぜ犯人はこんな奇妙な殺害方法を思いついたのか。思えば妙な話だ。殺害するだけならもっと別なスマートな方法がありそうなものなのに、なぜ犯人はこんな殺害方法に固執したのか。考えられる可能性は一つ。犯人は以前よりこの方法を知っていた。知っていたって、この奇妙な殺害方法を見たことがあるってことですか？そうだ。ジェイコブは以前、俺に向かってトマス殺害の方法には覚えがある。犯人は女という奇妙な断定を伝えていた。だが、なぜかそのくせに、奴は具体的な方法は語ろうとはしない。そこで俺は考えた。もしかすると犯人は過去にトマス殺害方法と同様のリンチを目撃した。
あるいは体験した人物なのではないか、そしてこれらの殺人はその過去の復讐なのではないかという可能性だ。ってことはつまりは、ジゼルはもともとここにいて、人身売買、売春なんたらかんたら、まあ、いろんな実験だらか、どうたらこうたら。そうであるのならば、こんな奇妙な殺害方法を選んだことも、ジェイコブが犯人を女と断定し、その話を語りたがらなかったことも全ての辻褄が合う。なるほど。だが、こいつが島の生き残りだとして、それを証明する方法なんてあるのか。また、アキラが共犯でないという証拠は？ジゼルが犯人か、そしてアキラが共犯であるか否かは、アキラの話を検証すればおのずと答えが見えてくる。まず気にかかったのは、ジゼルはアキラと一緒に風呂に入りたがらないという話だ。この話は従者としてのジゼルが遠慮しているだけの何でもない話のように思える。だがさっきの話を思い返すと、これには別の意味が隠されているように思えた。この風呂のシーンを思い出す必要はあったんか。つまりジゼルがアキアと一緒に風呂に入りたがらないのは、その体に火傷の跡があるからではないか。何、バカみたいなことを言ってるのよ。そんなこと。そして次に、俺はアキアの証言、トマスの死体を発見した時、ジゼルがアキアを扉から遠ざけたという証言に注目した。何気ない行動のように思えるが、これも全てのロジックが積み上がった後では全く違う意味を持つ。アキアたちが橋にたどり着いた時、まだ橋の上には炎が残っていたんだ。鉄の扉を開ける時、そのことに気づいたジゼルはとっさに扉のそばからアキラを遠ざけた。俺の予想が正しければ、きっとジゼルの足には古い火傷の跡、そしてそれとは別に新しい火傷の跡があるはずだ。もしもそこに火傷の跡があったのなら、アキラが共犯者である可能性も消える。仮にアキラが共犯者なら、そんな不利になるような話をするはずない。私は今手が塞がっている。アレックス、ジゼルのストッキングを破いて足を見てくれないか。僕がですか？わかりました、ジゼルさん、ごめんなさい。これはあったな。あります。確かに古い火傷の跡と真新しい火傷の跡が。今私も確認した。かなり古い熱傷痕と真新しい火傷の2つ。こいつで決まりだ。ジゼル、いや犯人 X、 これでもまだ自分が犯人じゃないとしらを切るつもりか。そんなねえ、嘘だと言って、ジゼル。まさか、それほどに薄い証拠の積み重ねでこの真実にまでたどり着くとは。池田線、どうやら私はお前を見くびりすぎていたようだ。ははは、なんでなんかいつもこう正体わかるとこんな感じなんだろう。なんかちょっとディールさんと似てるよね。礼儀正しかったもんだからよ、敬語が抜けるとさ、なんか、それまでの口調と一変したそのジゼルの言葉に、みんなは一斉に息を呑む。ジゼル、お前は本当にこの島の生き残りなのか。どうして連中を殺した。やはり、それは復讐だったのか。お前に説明したところで、ことの本質は理解できないだろう。私はこの島、シロナガス島に全てを奪われた。私が殺した連中はみんな、万死に値する最低の男たちだ。奴らを殺したことに一切の後悔はない。心残りがあるとすれば、それは、ジェイコブ・ラトランドを私の手で殺せなかったことだけだ。ジゼル、屋敷の連中は何を欲しがっている？お前が持っている交渉材料は何だ？それは、私が全てをかけて残した唯一の希望。復讐のための最後の切り札。だが連中にとっては、この世界を支配しうる道具にもなるだろう。世界を支配する、そいつを渡せ、ジゼル。断る。私の復讐は私だけで完結させる。お前たちには邪魔をさせない。貴様、自分が置かれている状況が分かっているのか。私はそう甘くないぞ。
どんな手を使ってでも。それは私のセリフだ。アウロラ。アウロラ。今の声って。アウロラって言ったな。なんだとこいつは例の、なぜこいつがここに。え、これがアウロラなの？てかなんでジゼルがなんか刺激してるみたいになってんの？見覚えがあるな。こいつが、白流し島の悪魔。ダメ、アウロラ。今はこいつらを食べてる暇はない。私を外に連れ出して。行かせるか！なんか命令してるな。動くな。あまり無茶な真似はしない方がいい。さもなければ皆ここで死ぬことになるぞ。どういう意味だ。お前たちへの手土産だ。慎重に扱えよ。奇跡のような知識と強運があれば生き残ることができるかもな。ジゼル、ねえ、あなたが本当に殺人犯だったの？私とあなたの関係は全部嘘だったの？ジゼル！はあ、全部嘘さ。そんなことなさそうだけどね。間があるし。全部嘘。私には嘘しかないんだ。待て！ジゼルがキーラを引き寄せ、そのまま化け物が二人を抱え窓の外へと姿を消す。窓に駆け寄り外の様子を探ると、わずかに本館へと向かう化け物の後ろ姿だけが見えた。ダメだな、逃げた。もうすでに本館の方まで行ってしまったようだ。バカな女とはいえ、人間二人を抱えて手がかりもないこの断崖絶壁を渡ったのか。あれがこの島で開発されていたという化け物、白流し島の悪魔か。いや、これアキが連れてったのは絶対この爆発爆発するやろ。これ爆発に巻き込もう見たくなかったからじゃないの？なぜジゼルはあの化け物のことをアウロラと呼んだんだ？俺の記憶の中にあるその名前は彼女のもののはず。クソ、どうなってやがる。お取り込み中失礼します。ねえ、幸運とうんたらかんたらがあったら助かるかもなって。しかもそんなもん、物騒なもの置いてたってことはまさにそれだよね。ジゼルさんが残したあのバッグなんですが、なんかものすごく嫌な予感がするんですけど、あれはあのまま放っておいていいんですか？海に投げ飛ばすじゃあかんの？やつは随分と大層な捨て台詞を吐いてあれを置いていったようだが、あの中身は爆弾か？いや、間違いなくそうだろうな。その可能性は高そうだな。だがこの状況でバカ正直に爆弾を解体するようなやつはいない。アレックス、ネネコ、すぐにこの場を離れるぞ。それがネネコさん、さっきので完全に腰が抜けちゃったみたいで、あと僕の方もちょっと気分が悪くて足が震えてて。そんな場合か。これは本当に冗談じゃなくて、足に全然力が入らなくて立てない。あの化け物だけは本当に無理で、ごめんなさい、ごめんなさい。そうだよな。てか白流す島の悪魔だっけ、あいつがアキラに襲いかかった時にジゼルがこう威嚇したかなんかわかんない時に止めたってことは、まあもうそもそも言うこと聞くからなんだっていう。なるほど、クソ、仕方ない、俺がおぶって。電話。池田、放っておけ。今はこの場を離れる方が先決だ。おそらくこれは奴の足止めだろう。いや、このままここを離れるのは嫌な予感がする。この電話は取った方がいい。誰だ？池田、外に出ちゃダメ。その声は明らか無事だったのか？外には爆弾が仕掛けてある。だから出ちゃダメ。落ち着け。ジゼルはどうした？爆弾ってのは何だ？ジゼルは私を置いていった。でも今はそんなことよりも爆弾の方が大変なのよ。ジゼルはあの鉄の扉に爆弾も仕掛けたの。だからあの扉を開けちゃダメ。最悪じゃん。
ほんと鉄扉なんもしねえな。邪魔しかしねえじゃん。扉にそいつは誰かなのか。四角い箱みたいなやつだったと思うわ。ジゼルがこの扉を開ければ爆発するってそう言ってた。アキラ今どこにいる。食事会場、そこの内線からかけて。ねえ池田、私怖い。一体これからどうしたらいいの。もう何もわからない。大丈夫だ、心配するな。すぐにこの問題解決してそっちに向かう。それまで明かりを消して物陰に身を隠していろ。待って、切らないで、お願い、怖い。これ以上電話で話すしをするのは危険だ。身を隠すんだ。いいな池田、あまりいい話ではなさそうだな。ああ、アキラの話だとどうやら鉄の扉の外に爆弾が仕掛けられているらしい。ジゼルの大見えと合わせて考えると、どうやらこいつ大見え、どうやらこいつを処理するしか生き残る方法はないようだ。ディール、爆弾処理の経験は。一応一通りの知識はある。私の知識は爆弾を設置する方だが、対応は可能だろう。解体に使える工具も持っているが、これは本来破壊工作用のものだ。過度な期待はしないでくれ。十分だ。ネレコ、お前もアレックスと一緒にアキラの部屋に行け。この爆弾が爆発しても一番距離が離れているその部屋ならなんとか助かるかもしれない。いや、僕もここに残って手伝う。化け物を見て腰が抜けるようなやつがか。無理をするな。おとなしくこの爆弾から一番離れた場所に移動しろ。一緒じゃないか。池田たちが死んだら僕たちだけが生き残ってもどうしようもないんだし、それに僕は相棒だからな。こいつなかなか言うようになったな。いいだろう、ならば手伝ってもらおうか。あの僕は離れた部屋の方に行ってもいいですか。イラつくやつだな。アレックス、お前男だろ。こんな小娘のネネコが残るんだからお前も意地を見せろよ。残って手伝え。あの実は僕女なんですけど。つまらん冗談だ。次そんなバカなことを言ったらお前の方から解体してやるぞ。本当なのに。どうやら一年たくしょうってことになりそうだな。てかアレックスはかわいそうだけどな。本当に女の子なのにね。いいだろう、役者は揃った。爆弾処理を開始する。さすがに緊張するな。こいつを目の前にしただけで嫌な感じが猛烈に伝わってくる。さて、まずはこのバッグを開けないと始まらないわけだが、どうする。爆弾解体の知識なんて俺ないけど、素直にこのままこいつ開けても問題ないのか。問題は終わりだ。最初の難関が爆弾を開くときなんだよ。仮に光センサーの類が設置されていれば、外光が入り込んだ瞬間にドカンだし、他にもいろいろなセンサーが設置されている危険性がある。と言ってもこのままポカーンと眺めてるわけにもいくまい。まずはこのバッグを開けないとどうしようもないだろう。それにしてもこのバッグ少し変わった形状だな。普通の荷物入れとは違うように見えるか。確かに四角い形状でデザイン性もないし、普通の手提げカバンとは様子が違うようだな。あのそのバッグ、スーパーサーモス社製の保冷バッグだと思う。外気を遮断してずっとひんやりなので評判がいい。保冷バッグか。そいつは臭いな。わざわざ保冷バッグを選んだことには何か意味がありそうだ。例えば内部に温度センサーが設置されているとかか。その可能性はありそうだ。温度センサーだとすると急激な温度変化があった場合に爆発するタイプか。今はあいつらが窓を破ったせいで室温がかなり下がっている。このままバッグを開けたら爆発する可能性は高い。だとするとどうする。エアコンガンガンに回して室温を上げるか。いや、そもそもこの保冷バッグの中がどれくらいの温度なのかわからない以上、センサー自体を殺した方が確実だ。温度センサーはおそらく
金属製の長い棒状の装置のはず。そこから伸びている配線を切るんだ。切るんだって俺がやるのか。正直、私は爆弾解体の実践は初めてだ。恥ずかしい話だが、手に震えが来ている。見たところ、池田の方が的確に処理できそうだ。頼む。いいだろう。ではまずこのバッキのジッパーを開けるぞ。外気が入り込まないように、慎重にな。開けたぞ。池田、お前慎重って意味分かってるか？死ぬかと思った。生きてるのなら問題ない。次は温度センサーだ。いいか。もしも本当に温度センサーがあるのなら、猶予はカバンの上部を開けてから5秒程度しかない。手早く処理するんだ。長い棒状のとか言ってたっけ？センサーの配線以外の場所は絶対に触れるなよ。振動センサーが反応する可能性がある。んなこと言うなよ。金属の棒状のセンサー、それから伸びている配線をこのニッパーで切断。他の箇所には絶対に触れない。金属の棒状のセンサーの、それから伸びている配線ね。いいだろう、こっちの準備は大丈夫だ。よし。じゃあ、行くぞ。待て。一旦セーブかますわ。さあ、行くぞ。金属、これが。わ、危ねえ。やったか。これだな。でもまだ問題あるよな。どうやらうまくいったようだ。いやでも俺は見てみたい。爆発するところ。危なかったな。やはり温度センサーが設置されていたようだ。事前に予想していなかったら間違いなく死んでいた。もうやだ。今度はなんかロック解除するなんか番号とか、あと赤と青と黄色の配線とか、なんかくるくる回すやつとか、なんかいろいろあるんだけど、とりあえず温度で爆発することはなくなったんだよね。やっぱり怖くなってきたんで、どっか行っていい？ついさっき大見え切ったくせに、志の低いやつだな。いい加減覚悟を決めろ。上と下から内容物が漏れ出しそうなんだけど、だ。僕も、もういっそのことを気絶してしまいたい。しっかりしろ。ここからが本番だぞ。左の温度センサーは今、殺した。中央のボックスにカウンターと電光板、点キー。右のボックスは開けてみないと様子がわからないな。それで、中央と右のボックスは赤、青、黄のラインで接続されているようだ。こいつはかなり高度な爆弾だ。とても一筋縄では行きそうにないぞ。何、Let the game begin. ゲームを始めようってか。くそ、随分と舐められたもんだな。どうやらこれも連中をなぶり殺すために用意されたもののようだな。ジゼルめ、なんてひどい性格だ。あいつ、猫かぶってたな。それをお前が言うかね。ともかく、残り時間は5分。それまでにこの爆弾を解体しないと、ドカンだ。次はどうすればいい？振動感知器を無効化する。上の方に円柱型の装置が見えるだろう。これか。ああ、見える。中にある十字の金属棒がゆらゆら揺れているな。それが振動感知器だ。このバッグがわずかにでも揺れれば、金属棒が円柱の内側に接触し、爆発する寸法だ。単純な構造の装置だが、油断はできない。こいつを無効化するには、円柱の中を硬化剤で固めてしまえばいいんだが、あいにくとそんな都合のいいものを持っていない。ならどうすればいい？硬化剤じゃなくても、粘度の高い液体なら流用は可能だ。部屋の中からそいつを見つけ出してくれ。粘度の高い液体ね。例えば蜂蜜のようなものか。あまりゆっくりしてる暇はない。早速探すことにしよう。頼んだぞ。私は硬化剤を注入するための準備をしておく。液体の方は、皆で手分けして探し出してくれ。というわけだ。話を聞いていたな。俺の方では探してみるが、二人も粘度のある液体を探してほしい。わかりました。プレッシャーかかるな。よし、捜索開始だ。バスルームか。確かにこの部屋の中よりは可能性が高そうだな。行ってみよう。歯ブラシとか？
鏡はどうでもいいな。他を探すぞ。待てよ。こいつなら使えるかもな。ハンドソープか。確かにこれなら粘度は結構ありそう。え、こんなとこにハンドソープか。おそらくこいつで大丈夫だろう。リールの元に戻るぞ。ええー、簡単だった。戻ったぞ、こいつならどうだ。なるほど。ハンドソープか。確かに、この粘土ならうまくいきそうだ。針を外した注射器にこいつを入れて。よし。できたぞ。慎重にゆっくりと筒の中にハンドソープを入れるんだ。頼んだぞ。慎重にね、了解。よし、うまくいったぞ。これで、多少の振動なら爆発することはなくなった。まあ、もう時間がね。ふう、なかなか肝が冷えるな。しかし振動を感知しないのなら、このまま窓から投げ捨てればいいんじゃないのか。それはお勧めしないな。この振動センサーとは別に、加速度センサーが内部に組み込まれている可能性がある。いや、あの女。ジゼルならきっと組み込んでいるだろう。私たちに残された可能性は、こいつを完全に解体することだけだ。なるほどな。投げ捨てればいいのにと思ったけど、そういう理由だったら無理か。要はちょっと、このブツが、こう、速度上がったと思ったら爆発するってことだ。こんなこと言ってる場合じゃねえ。ふ、覚悟を決めて最後まで取り掛からないといけないってわけか。途中危険はなし。そういうことだ。さあ、次に取り掛かるぞ。今のところ、中央のボックスは、得体が知れない。まずは右のボックスからだ。内側に4つのネジが見えるだろう。そいつを外すんだ。よかった。今回は簡単そうだ。ところがそうとも言えない。ネジを外す順番を間違えたら、ドカンって可能性もある。なんだと。じゃあどうすればいい。そうだな。左下、右上、左上、右下の順でネジを外せ。左下。そういまさかと思うが、そいつは勘で言ってるのか。こいつは爆弾設置のスペシャリストとしての勘だ。もしもお前自身に強運があると思うのなら、お前の考える順に外してもいい。決断は任せる。責任重大だな。いいだろう。ネジを外すぞ。くれぐれも他の箇所には触れるなよ。頼んだぞ。ここだよな。ここ?よし、外せたぞ。やはり読みは合っていたようだな。次は右上のネジか。一応言っておくが、これも確信があるわけじゃない。最後の選択は任せる。了解。助かった。そんなことしてる場合じゃないって。次のネジだ。よし、大丈夫だ。頼りになるぜ、リール。おだてても何も出ないぞ。ネジはあと一つだ。こいつは問題ないな。このネジだけはどうにも気にかかる。うん。このネジは、時計回りに外せ。時計回り?つまり逆方向にネジを回せってことか。なんでそんなことをする必要がある?ネジの回す方向によって起爆するトラップがある。このネジには、それが仕掛けられている。そんな気配がある。それはお前お得意の感か、それとも何か根拠があるってことか。おいおい、爆発するってそれ話してたら爆発するってよ。リトライしますか?もちろんするだろうよ。おい、どうした?そんなにぼーっとして。え?あ、いや、なんでもない。そうだ、爆弾を解体するんだったな。よし、問題ない、やるぞ。なぜだろうか。すごく不安な感じがするんだが、爆弾が爆発して、それに巻き込まれる未来が見える。要は、それを経験してきたわけだ。確かに、そんな光景が見えるような。いや、見えた?もう、そんな不吉なこと言わずに、早く始めましょうよ。なんかネタ要素入ってきたよ。心配性の奴らだな。大丈夫だ。大船に乗った気でいろ。まずは温度センサーの解除からだったな。一回失敗してこれ大船に乗った気でいろっていうのが面白いな。ああ、そうだ。金属の膨張センサーから伸びている配線をニッパーで切断。他の箇所には絶対に触れないこと。はいはい、ここね。やったか。どうやらうまくいったようだ。危なかったな。やはりよし、ここは飛ばそう。やっぱり、怖い。ここはもう読んでる暇ないから。左の温度線、それで。外す、ネジ外すところまでは、
まあ、飛ばそう。ジンゼルメ。ともかく、それがこのバッグ、こいつを無効化。はい。効果剤。はい。頼んだぞ。はい。私は効果剤を注入するための準備を。はい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 。話聞いてたら絶対に無理だろ。で、これ。ハンドソープ。そっか、ハンドソープか。ボディーソープかとも勘違いしてたわ。戻ったとこいつならどうだ。針を慎重。はい。ここにね、垂らすんだね。オッケーオッケー。うまくいった。よし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 。それはおすすめ。いや、私たち。そういうこと加速度の話ね。内側に4つの。ここね。オッケー。ところが、そうだな。こいつはもしも決断は。くれぐれも他の箇所には触れるなよ。頼んだぞ。オッケー。まあれ明日からか普通に間違えたわ。さあ、ネジ外していこうか。左下、右上、左上、右下ね。一応、最後の。よし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 。よし。次のネジだ。オッケー。おだてて。あと一つが、このネジだけはどうにも気にかかる。時計回りだよな。ネジの回す方向によって起爆するトラップがある。このネジにはそれが仕掛けられている。そんな気配がある。それはお得意の感か、それとも何か根拠があるって、あるってのことか。右下のネジの頭だけがわずかに摩耗の度合いが強い。これはネジの回転による起爆をテストするためにネジ穴が削られた可能性が高い。だが、これも勘だ。信じるか信じないかは、お前に任せる。ネジを回す方向か。よし。反対方向に回すぞ。大丈夫なのかな。神様。神頼みはよせ。池田の選択を信じよう。ネジがかなり硬いな。お、来た。よし、外したぞ。やはり逆向きで正解だったようだ。よし。慎重にプレートを外せ。ゆっくりとな。とは助かった。やはり逆方向で正解だったようだ。なんだ今度は。順方向に回すと配線が切断されて起爆するトラップが仕掛けられている。間一髪か。あ、本当だ。しかしこいつはまだ厄介そうなの出てきたな。おそらく左上のアクリル板の下にあるボックスがこの起爆装置の大元だ。あれにつながる配線を切断すれば、この爆弾を停止することができる。下のボックスから上のボックスに伸びている配線を切るんだ。下のボックスから上のボックス、これか？だが、注意しろ。右下のボックスから伸びている配線は、すべてダミーだ。それを切断すると起爆する。絶対に切断するな。配線の接続先を慎重に確かめて切断する必要がありそうだな。よし、いいだろう。始めるぞ。ここってことだよね。え？何これ右下？ここをやったらさ、やばかったよね。右下から伸びてるやつ。ここのやつっていいよってこと？ああ、そういうことか。なんか、こっから繋がってる、ここの配線を切れってことってこと、ことかな、多分。だからこっから伸びてるってことは、こう言って、こう言って、言ってるから、多分これ真ん中か？おそらく真ん中切ればいいってことだよね。下のボックスから上のボックスに伸びている配線を切るんだ。だよね。だが、注意しろ。右下のボックスから伸びている配線は、すべてダミーだ。こっからはダメってことね。それを切断すると起爆する。絶対に切断するな。了解。真ん中だな。オッケー。よし、正解の行動切ったようだ。絡み合ったコードをずっと見てると、クラクラしてくるな。上のボックスに繋がっているコードは残り一本だ。頼んだぞ。なるほど。こっから伸びてるやつだから、こう言って、こう言って、これだ！やったぞ、切断に成功した。よし。これで右のボックスは大丈夫だ。あとは中央のボックスだが。ちゃんと時間に間に合うか、これ。1たす1は？なんだこれは、リール、どうなってる？わからんが、
奴の悪趣味な思考の一つなのかもしれん。舐めてやがんのか。3に決まってんだろ。答えを天気で打ち込む形か。実に馬鹿げているな。馬鹿正直に正解を打ち込んだらドカンという可能性もある。いや、これまでに見てきた殺害方法から考えて、奴は苦しむだけ苦しませて殺すというやり方を好んでいる。おそらく正解を打ち込まなければ解除できないだろう。確かに、その可能性は高いかもな。天気で数字を打ち込み、エンターで確定すればいいようだ。1たす1は、はてなか。さすがの池田も、こんな問題は楽勝だよな。当たり前だ。答えは3。お前、俺と一緒のこと言うなよ。冗談だ、そんなに怖い顔するなよ。冗談言っていい時と悪い時があるわ。本当に間違えないでくださいよ。答えは2ですからね。わかってる。冗談の通じない連中だな。じゃあ、数字を打ち込むぞ。OK? 押したぞ。2って押したぞ。あ、エンターか。これは正解ってことでいいんだろうな。生きているんだから正解ってことだろ。しかし、一体いつまでこんな真似を続けないといけないんだ。これだとキリがないぞ。確かに現状だと、奴にもてあそばれてる感が強いな。このまま全てが徒労に終わって、時間切れ、なんてことがなければいいんだが。なんだこれ。また次の問題か。おお、そうきたか。なるほどな。リール、ビシッと答えてやれ。私に振るな。これって、もしかして三角関数の積分問題ですか？ごめんなさい。僕、数学はあまり得意じゃなくて。ルートにサインとか書いてある？わかんない。サイン、コサイン？いつ使うんや。まあそうだろう。アレックスの年齢だとこの問題は難しいのも当然だ。リール、大人のお前がいいところを見せてやれ。だから私に振るな。というか、お前もわからないんだろ？お前が答えてみろよ。池田せん。おお、俺は答えが分かってるんだが、お前に腹を持たせようとするこの親切心が分からんとはね。醜い争いすぎる。どう考えても答えは2だろ。頭悩ますような問題じゃないぞ。さっさと打ち込んでくれ。こんなアホな理由で死にたくない。終わりのようだ。間に合わねえよ、こんな。オッケー、行くぞ、2だな。よし、2だな。でかしたぞ、ね、猫。やっぱり分かってなかったんじゃないか。まあいい。打ち込め、このバカ。俺も分かんなかった。ね、猫がいなかった。死んでたな。正解か。よかった。まだ生きてる。ね、猫がいて助かった。しかし、これじゃ本当に堂々巡りだ。中央から右のボックスに向かって伸びている3つのコードのうち、どれかを切れば解除できるのかもしれないが。何のヒントもない状況じゃ、博打すぎる。だが、どうやらその博打をしないといけない状況になりつつあるようだが。しかし、この手の定番といえば、赤と青のコードだろう。黄色を含めた3色になっているのは何かの意味があるんだろうか。別に意味なんてないだろう。意味があるとすれば、単に成功確率を低くする程度のことだ。それとも、信号機か何かでもイメージしてるとかか？いや。赤、黄、青。何かこの色に関する話を聞いた覚えがあるんだが。ん？待て、カウンターがストップしたぞ。これで、解体完了ってことか。いや、そんなバカな。ああ、そんなバカなことはありえない。嫌な予感がする。くそ、思った通りだ。カウンターが加速している。なんだとどうすればいい？ボックス同士をつなぐ、3本のコードのどれかを切るんだ。早く！電光掲示板にはアウロラの文字、アウロラの色、そこに答えが、青！青リボンだ。あぶね、お前ら喋ってっからよ。時間止まっちゃうとこだったぜ、止まった。本当に止まったのか？うわ、セーブできる。やば。ああ、どうやら、今度こそ本当に止まったようだ。やったぞ。アウロラのリボンの色を覚えててよかった。よかった。でもあれだよね、なんだっけ、ちょっと前になんかリボンの色で、こいつは重要か重要じゃないかっていうので、
分けられててっていう話をなんかあったよね。で、青いリボンの子たちが結構重要なサンプルみたいな、サンプルだったか忘れたけど、それがアウロラだったってことは、つまりは、そういうことか。元は人間だったけど、ああいう風に変えられてしまったっていう風に想像してるんだけど、どうなんだろう。よかった。お前ら泣いてるところ悪いけど、5、6回は死んだぜ。この仕事を本気で辞めたくなった。同感だな。それにしても、なぜ青を選んだんだ？何か理由があったのか？いや、何。理由なんて大したもんはないさ。ただ、一人の少女に助けられたな。ん？アウロラがつけていたのは青のリボン。屋敷で使われていた赤、黄、青のリボンの色から連想したんだが、うまくいってよかった。アウロラのおかげだな。しかし、ジゼルは最終解除にアウロラの名前を使うほどに、彼女のことを気にかけていたのか。ジゼルとアウロラの関係は一体、血を流す塔の悪魔の剣も気にかかる。くそ、犯人が判明した後もわからないことだらけだな。膝が笑ってまともに立てない。あと少し漏らした。もう二度とこんな真似ごめんだな。ナーリール、この爆弾だが、こいつはもう本当に起爆することはないのか？ん？ああ、最後の配線を切った後、もう爆弾は完全に無力化されているはずだ。切った配線をつなぎ直してもしない限り、まず起爆することはないだろう。意図的に操作しない限りは起爆しないってわけか。いいだろう。ならこの爆弾は持っていく。いいけど、おま、何言ってんだ。こんなもの持って歩くなんて正気か。なるほど、確かに道理かもな。私たちの武装は心もとない。少しでも隠し玉があった方がいいのは確かだ。ってことは、こいつを使う場面がやってくるのか？でも、解体した爆弾を再利用するのなんか激アツだ。死に、5、6回死んだけど。状況がうまくはまれば、ブービートラップの類に利用できる可能性もあるしな。でも、こんなもの持って歩いたら、ストレスで胃に穴が開いて死んでしまう。頭に穴が開くよりはマシだろう。まあ、安心しろ。初めからこいつを持ち運ぶのに、お前は期待してない。アレックス、悪いが爆弾はお前に任せる。お前が爆弾運び担当。俺とリールは、銃撃担当だ。え？嫌な予感してたけど、僕がですか？わかりました。なんかもう断れそうにない雰囲気なんで。でも怖いなぁ。リールさん、これ本当に爆発しないんですよね？物事に絶対はないが、多分大丈夫だ。そこは嘘でも大丈夫だと言ってやれよ。それで僕は何担当なんだ？ん？担当か、そうだな。まあ、悲鳴担当だな。悲鳴を上げてみんなを不安にさせる担当だ。頑張れ。いいけど、あまり僕をおちょくると、後で痛い目見るぞ。冗談だ。ネネコ、お前の能力には引き続き期待してる。その知識と記憶力が役に立つ時が必ず来るはずだ。その時は頼むぞ。まあ、そういう時になったら僕に任せろ。大船に乗った気でいるがいい。せいぜい、僕の足を引っ張らないようにな。期待している。何？早速の活躍だな。おい、冗談言っている場合か。今の音はかなり近くから聞こえたぞ。ああ、ひょっとするとこいつは鉄の扉に仕掛けられていたっていう例の爆弾かもな。アキラが心配だ。現場に向かうぞ。開いてる。つまり誰かが開いたってことか。
ってこと誰かが犠牲になってるってわけじゃん。誰かっつったらもう、屋敷側の人間しかいないよな。アキラが開いたわけでもないだろうし。はい、ということで、この続きね、次回見ていきたいな、というふうに思います。一体誰がこの扉を開けたのか、誰なんだ、マジで。はい、ということで、今回ね、ここまでにしたいな、というふうに思います。チャンネル登録と高評価お願いします。よっしゃ。